さあ、やってまいりました。本日も動画の時間でございます。どうもこんばんは、みなりゅうです。さあ、月に一度のお祭りがやってまいりました。ということで、本日は2021年3月の月間 MVP を決めていきます。決めていきますというか、発表します。はい、それではまずですね、いつも通り、エントリー作品のおさらいからまいりましょう。3月読み終わった小説は全部で4冊でございます。はい、1冊目から順番にいきましょう。こちら、はい、三島由紀夫青の時代、2冊目、北村薫さんのベネツィアダイオリ、3冊目、牧目学さんのパーマネント新喜劇、そして4冊目大島増美さんの桃子とうさぎ、以上の4冊でございます。さあ、この4冊の中からですね、3月の月間 MVP に選ばれましたのは、こちらでございます。ドン。はい、大島増美さんの桃子とうさぎに決定です。おめでとうございます。まあ、受賞理由はですね、そのもう桃子の状況に、状況というか、かなりこう感情移入してたというか、そのまあ物語の中で桃子はいろんなところにこう行って、いろんな人との交流の中で自分を見つめ直していくっていう話は、あの紹介のね動画でもしたんですけれども、もうなんだろうな、もう俺もこんな旅というか、したいなーってずっと思ってましたね。なんでしょう、本当に、桃子をすごくね応援してました、読みながら。なんだろうな、なんかこう他人とは思えないというか、この桃子はね、だからなんかこう自分にとって、そうだな、まあ特別というか、まあその読んだ4冊の中ではかなりこう、感情移入できたし、俺ももっと頑張らなきゃいけないなっていうふうには、はい、思ったので、3月はこちらの小説に、選ばせていただきました。はい、いかがでしたでしょうか。3月の月間 MVP の発表でございましたと。4月はそうだな、何冊読めそうかな、今読んでるやつがもうちょっとで読み終わるかなという感じではございますね。はい、まあ、そちらもですね、あの読み終わり次第またこのチャンネルでお届けしていきたいなと思っておりますので、またお楽しみにしていただければなと思います。なんか話そうとしてたんだけどな、もう忘れちゃった思い出したらまた次の動画っつうか、まあその時の撮った動画の時に言いますね。はい、というわけで、そう、いや昨日のさ動画で、ほらもうちょっとこうみんなからのコメント欲しいなみたいなこうね言ったじゃないですか。そしたら、あの、はい、2名の方がですね、現段階でコメントをしていただいてですね、 お久しぶりな方もいたり、初めましての方もいたりして、いや嬉しかったですね。はい、なのでまあ、これからもじゃんじゃんコメントお待ちしておりますので、はい、お気軽にしていただければなということで、今回はこの辺でおしまいです。短いですね。はい。では、また次回。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録お待ちしております。概要欄に再生リストのリンクも貼ってありますので、そちらの方もチェックしていただければなと思います。そして素敵なイラストをデザインしてくれたセロリちゃんの Twitter のアカウントのリンクも一緒に貼っておきますので、ぜひぜひ遊びに行ってみてください。いや、
遊びに行ってみてくださいというよりも絶対行くように。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。